さっきそこじゃありますよ。あ、左じゃありますよ。おー、大丈夫ですか。はい。焼けた湯船は絶対やるんだろうな。え、何がですか。置き去り事件を。あー、やるでしょうね。むしろやらなきゃ面白くないですか。女子高生はアホに、あ、ここに閉じ込め、自分が閉じ込めておいて幽霊だなとか言って走って逃げそう。でも あいつとりあえず免許がないのも不幸中の幸いですよ。あれ免許あったら何しでかすかわかんない。あ、確かになんか悪いこと絶対するぞ。ろくなことしないんだろう。この子は何気にでかいですよ。何が入ったんですか。なんか農作業の道具とか。誰も使ってないでしょ。はい、だってこの下のとこがもう埋まってますもん。ああ、ほんとだ。これ、そう誰も来てないですよ、ここは。はい、これ壊して開けるとしたら、もう地面掘らなきゃ。はい、ああ、そうなんですよ。まあ、セダンで来たときは大変でした。俺が子供の頃はもうすでにこの状態でしたね。あ、そうなんですか。でも近所の家の郵便物を見てみたら93年とかがあるんですよ。これですか。だから計算が合わない。ここが神社のところだ。あ、そうなんですか。もともとはここに神社があったんですよ。本当ロック中神社、あれ鳥居ですよ。本当だ。 4WD。 あとこの先石段があるんで、一応マジっすか。登らんないな。滑るし、石段鳥居はもうあれしか残ってないですからね。あ、そういえば動画にもありましたね、これ。うん、もうちょっと勢いつけたら進めないかな。もうちょっとハマんないっすか。大丈夫ですか。多分そこでハマったらやばい。あ、石段踏んだ。岩油だ。初めて入ったのは二十歳の頃ですよね。免許取ってから。ここはちょっと、カジノとかじゃなくて厳しい。はい。木の枝でもあったかな。
この辺ですね、人が歩いてる動画が映ったの。なんか出そうですね、ここ。はい、あ、これ登ったら墓地ですよ、一番奥の。はい、うわ、木が腐ってやがる。ほんとだ、でかこの木。あぶねえ、倒れですし。どうなってんだこれ。これ以上進むと多分バックできなくなる。行くのは簡単ですけど、はい、やっべ、右側の崖に引きずり込まれる。困ったな、後輪が流されてる。いきなりフィンチ。困ったな。前輪はいいんだけど、後輪がどんどん下に落ちていく。マジですか。はい、車どんどん傾いてるし、どんどん奥に向かってるし。やべえな、これで前も後ろも行けなくなってまったぞ。マジですか。一か、もうちょっと前出してみるか。ぶつかるかな。あ、いや、で滑る。登れないかも。やつだ。うん。空転して。これ、この枝ぶつかりそう。これ、木の枝で顔面打ちそうだな。どうしても崖の方に向かうな、車が。懐中電灯を照らしてもらっていいですか。抜けた。じゃあここから歩いていきますか。